このマシンはどうしても脳細胞のところまで送ってやらない。さて、ど頭蓋骨にドリルで穴を開け、いや、じゃあイクラマン太みたいにツルハシで。道具の問題じゃない。そもそも穴なんて開ける必要はないんだよ。なぜなら頭蓋骨には最初からそれが開いてるからだ。そのうちの一つが眼下の奥にある視神経管、オプティックカナルだ。シンクギアから排出されたナノケーブルは眼球と眼下の隙間に潜り込み、その奥に開いた小さな穴、オプティックカナルを通って海へと至る。海？灰白色の広大な海、脳細胞の海原だ。なんだかロマンチックですね。実際はブヨブヨとしたタンパク質の塊だけどな。さて、無事に目的地へと達したナノケーブルは、その後根を張るように脳内の隅々まで張り巡らされていくことになる。先端についてるのは無数のナノマシン、制御しているのはウジャトシステムだ。これらの活躍によってシンカーと対象者の自我データは交換される。交換？人間の脳にはキャパシティってやつがあってな、一個の脳に入れる自我は一つだけなんだ。複数の自我が混在するとコンフリクトを起こして脳の機能が崩壊してしまうのだ。車のハンドルは一つしかついてないだろ。二つもあったらその車は事故っちまう。飛行機の操縦桿は二つついてるのもありますけど。例えが悪かったな。人間の体は一人乗りなんだ。二人で乗ろうとするとぶっ壊れちまうんだよ。そうなんだ。とまあそういうわけでシンカーの自我データは対象者の頭の中へ。この時脳内には対象者の記憶だけしか残っていない。いわば主を失った家みたいなもんだ。俺たちシンカーはその家へと侵入し、手がかりを探して元へと戻る。6分以内にな。時間が決まってるんですね。ああ、そうしないとその家に飲み込まれちまうんだよ。神経回路が絡みつき自我で、要するに家の中へと閉じ込められてしまうってことだ。ありがとうございます。なんとなくですけどシンクの仕組みについては分かりました。誰にも言うなよ、機密事項なんだからな。大丈夫ですよ。それより伊達さん、一つ教えてください。ん？伊達さんは昨日誰にシンクしたんですか？写真を見せただろ。国会議員の瀬島だ。なるほど、それで瀬島さんのことをいろいろと。だが会ったことはないんだよな。ありません、本当に。とにかく伊達さんは間違いない。その後瀬島さんの夢の中で殺されそうになってた私を助けてくれた。ああ、そしたらどういうわけか私が生き返っていたと。そうだ。じゃあやっぱり伊達さんは、伊達、そろそろ限界なんじゃない？確かに。エリス。はい、わかりました。どうしたんだ？大丈夫ですよ。ちょっとそこの段差に足を取られただけです。花？ここからじゃ遠すぎて
てよくわからないですよね。私はこの神社に詳しいので知ってますけど。これはあやめだな。正確には神崎あやめ。イリスの家にあったのと同じ。よくわかりましたね。うちにある鉢植えのものと同じです。2日前花言葉を教えましたよね。確か良き知らせと。あやめは英語で言うとアイリス、イリスはギリシャ神話に登場する虹の女神のことで、神々の伝令役目。だから花言葉は良き知らせと希望なんですよ。ここは古事記に記載されているイクメイリビコイサチノミコト、イクメ天皇とか。とにかく古事記にはこんな話があります。ある時イクメイリビコは家臣である田島守に命じて、とある奇妙な木の実を常世の国に探しに行かせました。その木の実の名は時軸の核。食べれば不老不死になるという不思議な木の実です。田島守は幾多の苦難を乗り越え、やっとの思いで木の実の入手に成功。ところがそれを持ち帰った時にはすでにイクメイリビコは亡くなっていました。嘆き悲しむ田島守、泣きながら木の実の半分を大妃に手渡すと、残りの半分をイクメイリビコのお墓に捧げ、その場で息を引き取ったと言われています。で、その時軸の核の木の実なんですけど、後ろにある社殿の中に祀られてるって噂が。まさか不老不死の実が。ええ、興味ないですか。ああ悪いが、待って、不老不死よりは羽毛布団の方が。いませんね、沖浦さん。まあそりゃそうですよね。目撃情報があってからすぐに駆けつけたわけじゃないですし。移動しちまったらしいな。残念ですけど。見たところ何か手がかりになりそうなものも完全に。となんかいろいろと懐かしいな。ここ、私にとっての思い出の場所なんです。今から6年前、ある人と一緒によくここに遊びに来たことがあって。ある人。私はその人のことおじさまって呼んでました。とてもいい人で気さくで頼りがいがあって。でもある日突然いなくなってしまって。もしかして。ああどうやら。2日前アイドルになった理由を聞かれた時、私こう答えましたよね。有名になりたかったから。実はそれもおじさまのことと関係が。私6年前からその人のことずっと探してるんです。だけど全然見つからなくて。どうやって探せばいいのかも。だったら自分の方から見つけるんじゃなくて、向こうに私のこと見つけてもらえばいいんじゃないかって。有名になればそいつの方から連絡してくると。はい。アイドルになったのはそう。もちろん小さい頃からの夢だったっていうのもありますけど。だがだったらどうして A セットなんて。見つけてもらいたかったら。ああそれは大丈夫です。だって A セットっていうのはおじさまが考えた名前だから。もしも将来私がタレントになったらこの名前を使うといいって。だて移動だ。分かったよ。うわ、びっくりした。どうしたの？っていうか、なんで二人が一緒に。うん、
そうだ、指は止めてくれてありがとう。いいっていいって、またいつでもおいでよ。なんなら住んでくれちゃっても構わないし。それは名案だね。今住んでるとこの同居人なんか感じ悪くてさ。こいつ、あれ浮き輪に見えるでしょ、でも本当はホワイトチョコでコーティングしてある巨大なイカリングなんですよ。女体盛りが780円。ああ、それ誰かが落書きして小さい「よ」を足しちゃったんですよ。だから本当は二体盛りなんです。あっそっ、二体盛り780円ね。この骨盤最高だわ。え、骨盤？しまった、思わず口に出して。完全に不審者認定されたな。なあイリス、そろそろ教えてくれないか。日曜日の午前2時以降お前はどこで何を。まだ約束は果たされてませんよ。これはデートだ、ちゃんと約束は守っただろ。私はこう言ったはずです。デートの約束が完遂されない限り。完遂というのは完全にやり遂げることを意味します。まだ終わってませんよね。三つくり絵長提灯暗号か、受け口の細身尾長の沖縄はぎみたいな人。よく言えたな。目撃情報があったんだ。それっていつの話ですか。いつ情報を入手したのはついさっきのことだが、いつ見かけたのかは。そうですか。何か思い当たることでも。沖浦さん、今日は来てないんですけど、昨日だったら。昨日？だが俺は昨日もこの店に。その後のことですよ。伊達さんと太田くんが帰ってから。なんですぐに教えてくれなかった。だって教えてほしいなんて言われてないですし、そもそも伊達さんの連絡先も。くっそ、入れ違いになってしまったようだな。イリスちゃんのこと探してるみたいでした。お店のみんなにどこにいるか知らないかって聞いて。私のことを。うん。理由は特に何も。イリス、心当たりは。いえ、全く。瑞希はどうだ。わからない。なん、わからない。なんでだろう。なんでそんなこと聞くの。ちょっと気になったことが。沖浦水産はおじいちゃんが作った会社だけど、今のパパとは何の関係もないんじゃない。冷凍倉庫のことはよくわかんないよ。だから知らないって言ってるじゃん。何度も同じこと聞かないでよ。